じゃあこんにちは。さあ、はい、今回はパ・リーグの、はい、ちょっと背中が張ってきた。そうですね、パ・リーグの、個人の成績、はい、個人タイトルを、まあ、10月15日なんですけれどもちょっと見ていきたいなと。これは激アツだよ。熱いですよね。さあまず、打率からですけれども、はい、もう打率はねトップはもうオリックスの吉田正尚選手ですよ、はい、3割4分6厘、はい、でそれを追っかけるのがソフトバンクの柳田悠岐選手の336と、はい、で日本ハムの近藤健介選手335と、はい、うん、どう思う？私は柳田選手が追い上げるかなって。ロッテとこの優勝争いっていうのは、まあ、まあまあ緊張感の中でね、はい、打席に立てるから、うん、まあ、いい効果になるんじゃないかという、はい、でもね、俺吉田のバッティングをずっと見てるとやっぱ仕掛けるんだよね。あ、もうタイトル争いを してないかのように自由に打っていく、うん、あの自由さがタイトルに手が届くかなって思う、はい、あ、じゃあ吉田選手このまま行きますか？俺は行くと。おで柳田悠岐、はい、やっぱね、出塁率もある程度頭にあるんだよね。だからボール球を振らないんだよ、はい、でボール球を振らないようにしてるとやっぱ仕掛けが遅く見えちゃうんだよね、うんうんうん、これが昔みたいに何でも振ってやるみたいな、うん、そういう感じになってくると、まあハマれば首位打者まで行くかなと思うけど、はい、やっぱチーム状況もそういうことじゃない。優勝争いをしてるっていうことだから、はい、それは変にボール球を打ちに行けないというところがある、はい、で近藤もそうなんだ、うん、近藤は出塁率を狙ってるから、はい、まあ、もちろんあわよくば首位打者ということも考えてるけど、うん、自分からあんまり仕掛けないんだよね。やっぱフォアボールを取りたいから。そっか、うん、まあ、取りたいからっていうよりも、まあ、打ちたいんだけど、はい、だけど出塁率も頭にあるからなかなか勝負にいけないんだよ。っていうことはチーム事情だったりとかその本人の性格とか言うとやっぱり吉田選手が、吉田がやっぱ首位打者に一番近いと思う。今346なんですけど打率が、ああこれって最終的にちょっと上がりそうですかね、ちょっと下がりそうですか、板川さん。まあ現状維持じゃん。あ、そのまま、うん、なんかこのまま、まあ上がっても3割5分だ、ね、こうこんな感じでそのままいきそうな。そうそうそう。おお、じゃあ豊さんの見立てはもうこのまま行くんじゃないかという吉田選手が。ああ、そのまま行くと思う、はい、そしてホームランですよ。はい、1位トップが今浅村選手なんです。ああ31本で、はい、2位が中田翔選手の28本、はい、で3位が柳田悠岐選手の26本、はい、途中までずっと中田選手。そうなんだよな、はい、ここに来てやっぱ浅村がまた調子を上げているということ、はい、まあ、それと中田が調子を落としているって、まあ、最近良くなったけどね、はい、だけどホームランにはまだ程遠い調子だよね、うん、これね、札幌ドームは広い広い広い経験してますもんね。あ、広い、やっぱ広い、広いからやっぱ中田翔にはあの球場っていうのはマイナスでしかないね。もっと狭い球場がホームだったら、 いやだったらチャンスがあると思うよ、はい、だってあそこでホームランになってる他の球場だったらなってるなっていうのが何本あるかな。方はノーチャンスではないけど、うん、浅村の方が球場的にも、うん、いろんな意味でも条件的には揃ってるかなっていう。なるほど、じゃあホームランはこのまま浅村選手が行きそうな予感をすると。 そうそうそう。そして打点面白いんですよ。全く今のホームランのこの順位と同じなんです、うん、浅村選手96打点で、トップで、うん、中田翔選手も並んでるんですね、96本で、で3位に柳田選手の73本。この前ね、はい、解説行ったんだよ、はい、そしたら1番、うん、浅間、2番平沼、はい、3番西川、あ、はいはい、で中田翔、うん、で近藤なんだよ、うん、ね、あ、近藤選手がって違和感あるだろ。5番、違和感あるだろ、はい、3じゃないんだっていう。そうだろ、はい、なぜかというとさ、はい、やっぱな、首位打者じゃない、打点を取らしたいんだったら、うん、出塁率のいいやつを前に置くべきでしょ、うんうん、と俺も思ったんだ、はい、ただ監督の考え方も、うん、まあよく分かって、うん、やっぱ中田と勝負させたいために率の高い近藤を後ろに置いてるっていうことも言えるんだよ、はい、だけど、うん、そんなこと言ってる場合じゃない。そうですね、取らしたいんだったら、うん、はい、西川1番、うん、近藤2番、うん、3番中田翔でいいんだよ。あ、なるほど。それで さらに打席も、ね、回ってくるし、でこの2人っていうのは、はい、西川と近藤っていうのは出塁率がものすごい高いわけよ、4割以上あるわけよ、はい、で中田翔、うん、言えばどっちかがランナーにいるわけでしょ、はい、1本のホームランが2点になったり、うんうん、3点になったりする、うん、
そういうことをやっぱりやってあげないとさ。そうですね。それはやっぱ鈴木大地とか、はい、やっぱ出塁率もいいしさ、うん、浅村の前にいるとやっぱ打点稼げるもんね。そうですよね、うん、で、まあ、日本ハムはもうね1位と2位にはこうなれない、もう程遠いから、程遠いってなってきたら、うん、じゃあ選手にタイトルをっていう風な方向転換をどっかでしていかないとって、はい、ね、で打者の一番の、まあ、クリーンアップの一番の勲章って何だと思う、バッター、まあ、特に4番だけどさ、うん、打点、やっぱ打点だよね、はい、でやっぱり中田翔って春先から頑張ってたしさ、はい、やっぱ打点王は取らせてやりたいよね。あ、そうですよね。ホームランは札幌ドームで取ったら価値あるけど、はい、広この3本以上に広さを感じるってことですよね。いやー、ドームのね、やっぱりさすがだな、え3本以上にそう感じるよ。どっかで使ってください。使っちゃいい、ちょっとメモしたい。どっかの解説3本以上に広い、広いとやっぱり、本当にそうかっていうことは、やっぱりそれを考えると、じゃあ打点を取らせてあげようと。そうそうそう、だから打順の組み方にもよるなと思ってさ。そうですね、やっぱり浅村選手の前に鈴木大地選手がいるっていうのは。で西川と近藤ってなぜ前に置けばいいかっていうとさ、はい、ツーベース長打はあってもホームランはなかなかないわけ、うん、で昨日は太田を3番に入れてるわけ、はい、太田ホームランがあるの、うん、だから中田の前にホームラン打っちゃってさ、打点使ランナーなしじゃねえかみたいなになっちゃうわけ。だから太田は5番でいいんだよ、うん、3番じゃなくて、3番じゃなくて広げてくれるやつを置いとけ。そうですよね、チャンス。中田選手もあれ走者一掃しちゃってるじゃんみたいな、誰もいねえじゃねえかみたいな。そう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 、ね、で西川は盗塁を争ってるから、はい、走ってくれるでしょ、うん、そうなってくると足も速いし、うん、ワンヒットで1点取ってくれるみたいな、はい、だからそういう意味ではね、打順の組み方っていうのはね、すごく中田翔にとっては大事、大きいですよね。大きい。そう、監督コーチがどういうふうにこう自分を扱ってくれてるのかっていうのもそういうところで知ったりとかもありますし ね。他気になるタイトル、やっぱ盗塁面白いよ。盗塁を周東と西川の争い、はい、で、西川選手が32で周東選手が34です、うん、これは面白い、ニコ差ですね、ニコ差、はい、これね、西川はやっぱタイトル取ったことあるから、はい、走り方をよく知ってる、うん、がむしゃらにいかない、はい、もう一個でも上に立てばいいと思ってるタイプだから、はい、だから失敗が少ないし、うん、あのね、盗塁でよく話、森藤にも話してきたと思うんだけど、はい、勇気が一番大切だって言うんだよ、はい、スタートを切る、うん、あいつはね、止まれる勇気があるんだよ、言ってますよね、うん、走ろうと思ってもダメだと思ったら止まれるんだよ。普通の選手だったらスタート切ったらもう行っちゃえみたいな感じになっちゃうんだけど、うん、あいつは止まれるんだよ。だからそれだけの確率が高く成功してくる、はい、で周東は最近ちょっと失敗した、うん、でもまあ抜群の足はしてるよ、はい、これは面白いと思うよ。どっちがね、お互い意識はしてますか、もうこの時期。もちろんしてるよ。あ、そっか、うん、だからね、西川がね、最初から爆発的に走ってやろうとか思ってたら、うん、楽勝に取れる選手なんだ、うんうんうん、だけどそんな無駄しないんだよこいつは。あ、もう絶対いける、成功する走りしかしないっていう、そう、それと1個でも空いてる上だったらタイトルだっていうのをよく知ってるやつなの。その、まあ、タイトルホルダーじゃないですけど、そういう貫禄みたいな。そうそうそう、で50個走れって言ったら走れるこの子は。西川選手ですか、うん、楽勝に走れるけど、そこまで欲がないの、はい、なんでかって言ったら盗塁は査定が安いっていうのをよく知ってるんだ今でもそうなんですよそうなんだよ、他のタイトルより価値が低いっていうのはよく分かってる。だ、周東選手は逆にタイトルね、初タイトルになるだろうし、取れるもんだったら40でも50でもなんか取りたいっていう、なんか性格の選手だなって。ただこれからもうちょっと佳境に入ってきて、はい、ロッテとのね、うん、競り合いが、はい、そうなってくると、まあ、今一番打ったりとかいろいろしてるけど、はい、もう周東は絶対出すなっていうことになってくるとね、うん、なかなかこうバッティングの方も厳しくなってくるだろうし、はい、あと牽制とかね、マークもすごいされる、マークもベタマークで来ると思うしね、はい、でキャッチャーの阻止率っていうのはパリグって結構いいから、はい、だからそういう意味ではなかなかスタート切れなかったりだとか、うん、なかなかこうエンドランをかけられたりだとか、はい、いろいろしてるからね、うん、なかなかこう単独で思い切っていくっていうことが減るかもわかんないよね。いや、そうですよね、うん、そのチームが置かれている立場によってもってことですもん。だからこの盗塁王はなんか久々に面白いよ、はい、やっぱシュートが絡んだからですね。最後の最後の1試合までもしかしたら分からない、もつれるかもしれない、うん、だいたいね、パ・リーグはね、うん、
あの1個差2個差なんだよ、取り方が。みんなそんな西川がそれをやってるから1個上にいっとけ、お前 もっと走っときゃ楽勝で取れんのにさ、この男。そうなんですよ、今度なんかそれ言っとくわ、聞いといてくださいよ、言っとくよ、本当に特殊人間のになんでって。こう走っていいところで走らないからね、無駄しないから。あ、省エネというかマインドの、ね、なんでか分かる、なんで査定が低いからというわけで、はい、今日は、パリーグの、打者の個人タイトルを見てきました。